はい、ありがとう整体の平野です。まあ、新しいね、ホームページを、作るに対して、またいろいろね、動画を撮らさせてもらっている中で、まあ、波動調整ね、昔から、当院はですね、このレオメーター、というね、ドイツ振動医学っていう今ね、本も出てますけども、レオメーターを使って、まあ、チャクラ調整だとか、エネルギー調整、をしてきました。それで、まあ、本当にこの、すべてのものにはですね、周波数があって、ごめんなさい、ちょっと僕も詳しく説明できるかどうかわかんないんだけども、まあ、原子の周りをね、電子がいくつ回ってるかとか、ね、そういった、こう、すべてのものには、こう、細かくしていくと、必ずその振動があるという形で、まあ、振動医学というね、本も今、また、たくさん出ている。その中で、例えば、こういうね、シンキングボールも、まあ、そういった音のね、波動で、体をね、調整していく。で、音差ですね。まあ、これは132、まあ、528Hz が今ね、この、細胞をね、一番良くする振動だと言われています。これは128ですね。まあ、そんな形。で、そして、もう、2年前ぐらいから取り入れているのが、まあ、リミディですね。ここに水の中にね、周波数を閉じ込めて、これを、まあ、かざして、調整をしていくというね、画期的な方法。まあ、これは、栃木のね、先生に今、指示させていただいて、当院でもね、たくさん使わさせていただいているんですけども、まあ、そういった、まあ、波動な部分、見えない部分の調整、そして、実際に体は実際にあるので、この体に対してですね、軸を作っていくという、調整。この、2本柱でね、当院は、施術をさせていただいています。まあ、本当にこの25年間で、私が整体始めて25年なんですけども、最初の頃は本当にこの、骨盤をね、こうグググ押したりだとかね、してれば、もうすごいこう、お客様に喜んでもらったのを覚えていますが、まあ、そういったことがなかなかやってもね、効かなくなってきてしまって、途中ね、本当にある先生に、今までの整体ではね、絶対通用しなくなるので、新しい形を作っていきましょう、というふうにね、天才治療師に教えていただきました。で、そして、私もね、とんきんこの、不思議な生態、変わった生態、怪しい生態と言われながらもですね、そういったところを追求してきた結果としてですね、本当に、面白い発見がいっぱいできて、そしてこういう道具たちにもね、助けられて、施術がね、できています。で、まあ、令和3年ですね、になって、本当にちょっと自分で言うのもなんですけども、ちょっと革新的なね、そのレベルにね、入ってきたな、というふうに思っています。この整体においてでですね、皆様の体の調子が戻って、そして何よりもですね、やる気が起きて気力が湧いて、明るく元気なね、一回きりの人生をですね、楽しく幸せに送れるね、お手伝いができたらなというふうに思っています。よろしくお願いいたします。